はい、お久しぶりです。今月からはちょっと時間的に余裕が持てそうなので、先日は図書館の動画を上げさせていただいたんですけども、今日は多分1年いや2年ぶりになるかもしれないですけども、過去にアニメのコミック動画なども、掲載していたと思います。その、今回はアニメコミックの動画をご提供したいと思います。実はちょっと自分自身でオリジナルの作品を書いておりまして、その下書きをつい先日友達に見せたばかりで、まだ友達にしかまだ見せたことがないコミックです。で、今回は、その下書きしたそのコミックのちらっとした紹介と、あとはせっかくなのでペン入れの動画を作りたいなと思います。まだこの動画を撮ってる時点ではまだペン入れは全くしていません。下書き前とペン入れ後どのように変わっているか比較のために撮ってみたいと思います。で、その書いたその作品っていうのが本邦初公開なんですけども、これは実は途中からの話からちょっと変えてるんですけども、これより前のものは表紙も含めて iPad の方にデータを入れておりまして、これはその続きとして彼女に見せたコミックです。こんな感じですね。見えますでしょうか。ちょっと開けますね。これは1ページ目。下書きで書いた感じですね。クロッキーを行っています。で、大急ぎで作ったのでところどころちょっと粗いところがあるんですけども、こんな感じにコミックを書いていました。なかなか楽しかったですけども、すごくこういうクロッキーとかだったらちょっと上から斜め45度からのその角度からで見たちょっと図っていうのもなかなか難しかったかなって思えたんですけども、こんな感じで描いてみました。ただちょっとプリンターでちょっと印刷したものも あったので、ちょっとプリンターのイン調子がちょっとおかしくてちょっとかすれてしまってるんですけども、これは実は100均で、トレーシングペーパーっていうのがあって、そのトレーシングペーパーに背景画像として自分で描いた背景画像を印刷して、モノクロでスクリーントーンっぽく仕上げてみています。先ほど のこれもその技法で作っています。こんな感じに作ってますので、そのペン入れ後の状態をお知らせしたいと思います。はい、先ほどご紹介したコミックの3ページ分がペン入れ完了しましたのでお見せしたいと思います。やっぱりペン入れするとすごく鉛筆の線が入っている線が見えなくなる分だけすごいくっきりとはっきりと分かりました。で見せますね。こんな感じに仕上がりました。この黒く塗っているところは縁取りはマジックペン油性ペンで縁取りました。でこの辺りとかは呉竹さんのそのカリグラフィーの
ペンで書きました。でこちらは筆ペンでちょっと加えてみました。これが1ページ目で2ページ目です。ちなみにこの細い線はあのボールペン、私はシグナのペンを使って書きました。こんな感じになりました。全体がこんな感じですね。まあ、やっぱりこう主線がはっきり見えるだけ安定感がある感じに仕上がりました。で3ページ目こんな感じですね。弱々しかったところがよりはっきりと出てきたので、まあ、よりコミックも印象効果が出るようになりました。まあ、ペンの使い方によってはこういうふうにスクリーン等に簡単にも慣れちゃうので工夫次第ではできるそうです。以上がこちらのペンを使って効果付けてコミックを書いてみたっていうご紹介でした。と最後おまけとしてその手の書き方のためにその、まあ、手をスマートフォンで撮影してで書いてみるといい訓練になるそうです。また最後の方に付け加えておきます。どうぞご覧くださいませ。ありがとうございます。